しさん素晴らしいです。準備ができたら、今度は美しいもの子たちを見に行きましょう。と <laughs> んだ、あの子たちはな,かなかの変わり者よ。お,おいいね。来たお大山、ちょうどいい時に来たみたいね。チンパンジーこれ。のえちょっと待って、逃げ出した。はい。その前に

捕まんなでもマはノジューンがすあんまんすまんわ。えうまくできたわね。<え>そろそろボノボをボックスから出しましょ。うかうまくできてますかなんて言うぞ、これ。ああ<ー>、ーこれか。これだ、これだ。シークエリアの情報パネルをもう一度表示して。シクエリアのフェンスを作って。それから動物タブを開く。怖っ <laughs> <laughs>。

まず研究センターを回転させて。ああ回転ね。したときに自動的に。セットをしながらです。覚えてる覚えてる。なんさん浮いてるなんか。なんしさん。失敗じゃこなんしさん。なんさんこれだめだって。なんさんこれ絶対ダメだって。なんしさん。誰も入れねえもん。なあ。なんしさん。なんさん。これで合ってますか。

キツネザルの飼育エリアには、教育ボードもスピーカーもなかったかもしれない。うん。ふわふわの小さな可愛い子ちゃんたちのすべてをお客さんに知ってもらうために、教育関係か。追加しに、飼育エリアに行きましょう。<laughs> 教育関係、確かにそこら辺の掘り下げしたことないなどう設置できたら、はい、今度はどの動物の情報を載せるか決めましょう。 教育ボードを選択して、えー、情報パネルを表示いや、難しいよ〜次にう<わ>ドロップダウンリストかワオキツネザルを選択選べるやん最後の部分は、当然わかるだろうけどね当然わかる教育ボードかスピーカーを動物とリンクさせるときはその動物が近くにいることを確認してねあ、わぁ、表示<う>されたそうしたきお客さんが混乱して、学習効果が下がってしまうから ああこの動物は何ですよってのは当たり前じゃないんだなあれを作るということにもはや価値があるというかそのひと手間が大事と <laughs> 場を着せざる人気すぎるだろううん上り枠を設置することで欲求を満たしてあげられるわ うん、キツネザルが、あとどれだけよじ登りスペースを必要としているか、確認してみましょうか。かはい。一匹せん。あ、バオちゃん。情報パネルを開いて。お、いいお尻だなあ。お <laughs>、水飲んでる。まあでも、人気あるだろうな。さすがやっぱ、サらの中では人気ありそうだ。スマートだもん。スマートで可愛いもん。ブをクリックして。

彼らをもっと喜ばせる方法知ってるうん。エサノシツーはゲルコトエサノシツー。それはどんな言うかよりすごいキボローノは、を通してアンロックできるの。うん。ラッキーなことに、ワオキセサリオノものは、すでにアンロック済みだから。から <laughs> あとは、今後その餌が、彼らに与えられるようにすればいいイオケ

候補動物の年齢と繁殖力によって野生に戻したときにもらえる保護クレジットの数が決まるの。ああ、なるほど。保護クレジットは極めて重要なものよあす。これでお金入るんだ。動ああ、じゃあほんとにちゃんと意識しないとな。もっとたくさん動物を受け入れられるし、さらに。 受け入れる動物の質も上がるのはい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 じゃあそのことを念頭に置きつつオラウタンターお、オラウンタン来ましたかオラウンタン <laughs> こんな気持ちよく寝てたやつ野生戻すのあぐんぐあぐんぐ1171があれかあのーなんとかクレジットが行ってしまうのは悲しいけどあの子は野生で幸せに生きていけるわ うん、それに若くて強くて繁殖力もある素晴らしい候補よ素晴らしい仕事ぶりねあなた絶対才能があるわよ <laughs> なしありがとう米上手だわこれじゃあ残った隙間に新しい展示場を建てましょうここに前に研究センターでやったみたいに建物の上に追加して隙間に放り込めばいいわ完璧よこけた次は そこで展示する動物を連れてくるわよ。うん、アメリカドクトカゲなんてどう。え、どうやって。取引セクションを開いて。どうやって見んのえ、でも、全部覆われてるな、しシさん。どこ。<laughs> どこで見れんの、これは。壁変えんのかな。どうに。シークエリアの動物と同じように。アメリカドクトカゲを住者に送り込むの。はい。展示をクリックすると、そこに送られるわ。

まだ充実品レベルワンのアイテムしかアンロックされていないよ、ね。よアンロックされてない。まあいいわ。まあいいか。その中から少なくとも一つ。アメリカ独特のために入れてあげましょう。えーじゃあえてビー。もう分かっていると思うけど。十位、うん、に研究してもらうことで。充実品レベルの高い。はい、なんだそんな気がしてました、ね。アンシさん。当たり前です。あとは展示場の。 気温と湿度を設定する必要があるわねうわー難しいねアメリカ独特新しい飼育エリアと展示場をたくさん建設しましょう。さあ行って行ってい,っていや行かないねまだまだまだちょっとまだ見てんのよナーシーさんちょっとまだ見てるからどこいるよ <laughs> ここ <laughs> ナーシーさん どうやったいった、これこれかここだナンシーさんちょっとちょっと困りますよいや頑張ったけど絶対違うんだよ絶対違うんだナンシーさん新ししく受け入れたことだあとは快適に過ごせるようにしてあげなきゃね をしうこれはやったことあるからな。これはやったことある。これはやったことある、ナンシーさん。わかってる、ナンシーさん。もう、もう、それぐらいわかるよ、ナンシーさん。それは任せてくださいよ、ナンシーさん。こっから怒涛よ。<laughs> まあまあ、でも、いいじゃないあのー、あんまこういう終わり方はよくないですけど、あのー、なんて言うんでしょう。 あくまでこのチュートラルって、あの、金銀銅の目標達成で、残した純道度だったから、純銅度はね、あの、前回でやってるから、あと時間経つの待つだけだから、うん、一旦いいんじゃないかな。